こんにちは、長明です。まさかさ、こっちがさ、パッドエンドだとは思わなかったわ。うん、初見プレイで。僕と一緒に行こう、ねねねがハッピーエンドかと思ったらさ、まさかのパッドエンドだったわ。でも、君とはいけないんだ。まあ、私、リアルでもこっちにするかもしれない。経済的なこととか考えてね。うん、目処が立ってないからね。ちょっと話し合おうって時間を、でもこの時決断しないといけないんだよな。いや、やっぱ難しいわ。どっちも選べないわ。私そういう優柔不断な人間だわ。あ、ちょっと前置きが長くなりすぎました。失礼します。君とはいけないんだわ。お前の雑談なんかいらねえよってなんか視聴者に言われてそうで怖いわ。わかりました。ごめんな、ほんと。伊太郎様の気持ちが変わらないのなら私には何も言う資格などありません。君の裏の顔見ちゃったよ、さっきこっちで。私、あなたが現れるまでずっと一人でしたのよ。お母様もいない、頼れる人もいない、誰にも相談もできないでいた。暗い毎日をあなたが変えてくれた。あなたという光が見えたから、また頑張って生きていこうと思えたのです。たとえそれがあなたが私についた優しい嘘だったのだとしても、優しい嘘はつくよね、確かに。うん。私はその嘘に救われたのだ。あ、それならよかったね。ついていい嘘とついちゃいけない嘘っていうのがあるよね、やっぱり。だからありがとう。全部本音で話してもいけんしね。ほんと、難しいよな。ねねねはゆっくりと歩き出した。僕から遠ざかる。そして、さようなら。もうねねねと会えないんだね、二度と。私の大好きな人。でもこっちの方がお互い幸せになれるんならさ。でも大丈夫なのかな。私ねねねのもう一面見たけど、それは治ってないでしょう。やがて一定の距離で足を止めた。私は幸せでした。もう変われないよな。なんとかを取り出すと、拳銃かなこれ。それを自らの額に当てがい。マジかよー、こっちも撃った。こっちもダメじゃないか。ねねね、しかもね、わざわざなんで伊太郎くんの前でやるの。ねねねの体が持った。マジかよー、わざわざ伊太郎くんの前でやるっていうのがなんかあれだよね。僕はそれを止めようともせずに、ただ冷たい目で見つめるだけだった。いや、結構離れてたって言ったから止めれないでしょ。これ、伊太郎くんのことが本当に好きだったら、こんな、なんか、一生のトラウマになることするか？まあ、ねねねは、命は今、彼女自身の手で奪われたんだ。いやー、もう、悲しいな、ほんと。なんか悲しい。ねねねの白いドレスが、真っ赤なドレスに止まっていく。僕はもう動かない。その美しい赤い花に歩み寄った。ああ、白が赤になったってことか。伊太郎くん、なんでこんなに冷静に解説できるの？これは残酷なほどに尊い恋の花だ。それが今開花したのだ。おい、開花したのだってなんだよ。ほんと。死ぬゆう。あ、いや、余計なことやめよう。でも死にたい気持ちもわかるから、私も。なんと美しい。突然、なんかそういう気持ちになっちゃうっていう気持ちもわかるから何も言えないわ。でも、私はなんとか、まあ、自分のことはどうでもいいか。なんとか生きてる感じだわ。うん。みんなそうか。みんな大人になったら辛くてもみんな頑張って生きてるっていう人の方が大半かもしれない。まあ、楽しい出来事とか生きがいが見つかればいいけど難しいんだよな。君はいけない子だね。自殺って難しい。ねねねは少しだけ笑っているような気がした。死にたい気持ちとかはあるからね。でも生きたい気持ちもあるんだよな。私は死にたいとかじゃなくて生きたいっていうのはある。
あの幸せに生きたいっていう気持ちはあるんだけど、なぜかふとね、なんか疲れる時があるの。この矛盾がね、ほんと今どうにかしないといけない。ハッピーエンド、ハッピーエンド、姉もね、噛んじゃった。笑い事じゃないわ。じゃあ歌を聴きましょうか。最後の実況。5番目の花。すごくかわいい。ねえねえお母様、あ、お母さんが生きてる時の話か。なんか悲しくなってきた。涙が出そうだった。これうわマジか、うわうわめっちゃ鳥肌だったわ。すごいかわいそう。このお花なーに、なんていうの、うわやべえ涙が出てきた。姉もねよ、ねえねえねえ、私の一番好きなお花よ、綺麗でしょ。すごい悲しいな。まあこの時は幸せだったんだよね、本当お母様が生きてた時は。うん、とっても可愛いよ。ねねね、このお花大好き。これがねねねか。いい笑顔だね。ねえお母様、なんだ。この姉もね、ねねねたちみたいだね。ああ、お父さんにお母さんにねねねって感じか。みんな仲良く並んでるね。あら、本当ね。お父様とお母様とねねの。やばい、涙が出る。家族仲良しで咲いてるのね。お母様、ねねねたちも、姉もねみたいにずっと仲良しでいられるかな。大丈夫よ。みんな一緒にいれば、みんな一緒にね。いつまでも幸せに暮らしていきましょうね。でも、
順番的に親がどうしても先に亡くなっちゃうからね。まあ子供の時にお母さんが亡くなったっていうのがあれだけど、いや本当に涙が出てきたわうん、ずっと一緒だよ。わー悲しい。なんかお母様お父様二人とも大好き。私恵まれてるのかな、親も父も母もまだ生きてるから。あー回想か、なんでこうなっちゃったんだろう。出会わなければよかったわ。やっぱ指輪拾わなければよかったわお母様、本当に指輪拾わなかったらよかったわ。ねねの運命変えちゃったよ。迎えに来てくださったのですの。これは泣ける、涙が出るよな。嬉しい。クリアパスポート5と。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。